カットマンか。うん、甘い。やべえ、このカットヨーラケットだと勝てねえよ。こうなったら攻撃用ラケットに変更だ。よし、そこ試合中のラケットの交換は認められていません。何？そうだったのか。でも待てよ、そしたら何のためにサブラケットのルールがあるんだ。そうか、あいつなかなか考えてるな。うりゃー、あ、ラケット壊れちゃった。審判、ラケット変えてもいいですか。認める。うんうんうん、これなら勝てるぜ。ずれえぞ、そんなのありかよ。うりゃー。